Attention, all proud warriors. Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities, and of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills, and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Canton City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol. あ、そうだわ。そろそろ例の特殊任務の新人さん、誰にするか決めないと。どんな子がいいかしら。
受けなさい。ひゃーはっ、えいはこれがこの星の最後の眺めになりますね。俺が、この俺が未来を変えてみせる。たちを攻撃するんだ。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。さあ、綺麗な花火が上がりますよ。何か、いやー、それにしてもこの家、懐かしいですね。突然ブーさんが家を建てたというから驚きましたが、この家だったとは。うん、うふん、くすぐったい、ダメよ。もうすぐママが帰ってくるんだから、マーガレットは言ったのだが、
ボブは強引に、サタン、サタン。何ですか、ブーさん。これはどういう意味だ。何何って何ですか、この本は。どこでこれを。サタンの部屋から借りたぞ。ブーさん、これはダメですよ。ダメ？どうしてダメなんだ。どうしてと言われましても、とりあえず返してもらえませんか。いやだ。そう言わずに。いやだ。え？俺これ読む。わかりました、わかりましたから。ご飯ができましたから、先にご飯を食べましょう。そうしましょう。そうか、わかった。ラブラブ。一件報告あり。状況把握、引き続き調査されたし。ちょっと待てー。なんですか、いきなり。例の鳥獣用任務、お前に決まったぞい。さっさと戻ってこい。おかえりなさい。例の任務、君に決まったわよ。おめでとう。何よ、ここで一番偉い時の海王神様が直々にお祝いに来てあげたっていうのに、ずいぶん釣れないじゃない。おじいちゃんを探してたのね。おじいちゃんなら君の合格を聞いてすぐどっか行っちゃったけど、せっかくだから探してらっしゃいよ。なんだかんだで君の合格を一番喜んでるのはあのおじいちゃんなんですもん。
よう。こんにちは。なんじゃ？
アコが何人増えようと結果は一緒だ。おめえ、力貸してくれんのか。これでいいけど。おい、マジアの声が聞こえとるか。私たちは時のスポーツ、こういう風にあなたにアドバイスを送るからね。せっかくの初登場シーンはえらく暇なんでしたが、この話は一旦後回しじゃぞ。この歴史は本当なら悟空と微糖が二人がかりでラディッツを倒すところじゃが、そのラディッツがどの歴史より数段強くなっちゃってるみたいね。悟空たちが固めをさせるようにラディッツを倒すんじゃ。この菊様が世界征服の前に来たばったたまるか。いいか、さっきの技はあと1回が限界だ。あいつに避けられないようどうにかして動きを止めろ。そこのわけのわからん貴様もだ。俺が気を止めるまで死ぬ気で食い止めろ。ご苦労じゃったな。悪くない動きだったぞい。登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロもラディッツに倒されていたじゃろう。こういう風に歴史に異常が発生した時はお前さんたちが出動するというわけじゃ。今回はうまくいったが、この先の歴史にはさらなる激闘が待っておる。もっともっと修行して強くならねば歴史の修正はままならんぞ。ま、この宇宙で一番偉い神様である海王神が直々に教育係をやってやったるんじゃ。わしの言うことを素直に聞いていればおいおい実力をついてきて。はいはい、話が長いわよおじいちゃん。あのなあ、時の海王神、千歳ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃんはないじゃろ。何言ってるのよ。誰がどこからどう見てもおじいちゃんじゃない。こんなにプリティーな私と一緒にするなんてどうかしてるわよ。くー、何がプリティーじゃ。まったく口のへないやつじゃの。
わしらの話はこれくらいにして、あとはこの世界についてちゃんと教えておかんとの。そうね、あなたもおじいちゃんの長話に付き合わされて退屈してきたところでしょ。私が案内してあげるわ。こっちよ、ついてらっしゃい。あ、こら、また勝手に話を進めおって。ようこそ。よしよし、わしがタイムパトロール隊員としての心構えをみっちり教えてやるぞい。では基本から始めるぞい。まずはスカウターを使ってみるんじゃ。アイテムがたくさん落ちておるのが見えるはずじゃ。そいつを拾ってみ。
あむあむ、全部集めたようじゃの。じゃ次の場所へ移動するとしよう。このゲートを使えば違うエリアに移動。移動できたようじゃの。感心感心。ならばまたスカウターを見てみ、ここには仲間がおるはずじゃ。と、なんてこった、倒れとるぞ。うむ、そんな時はお前さんが助けてやれ。あと自分が倒れてしまった時はアシストを使って味方を応援してやると良いぞ。なんとかしないと。負けちまった。悪いな、助かったぜ。何か嫌な気がまだこっちに向かってきてるぞ。倒したか。いや、まだ気配がするな。スカウターを使えば隠れている敵も探せるぞい。使ってみるんじゃ。Yeah!
ここにおる敵は全て倒したようじゃの。また何者かがこっちに向かってるぞ。この木は。悟空の息子か。どれ、お兄さんが相手してやろう。はい、よろしくお願いします。どうしたクリリン、ちょっとなまってるんじゃないか。そんなことないっすよ。なんなら試してみますか。お前と戦うのも久しぶりだな。だが手加減はなしだ。行くぞ。ちょうどいい、お前さんもあやつらの修行に混ぜてもらい。おっ、ヨムチョ、たまには本気で戦ってみるか。なあ、俺だってみっちり修行したんだぜ。でも本気ってのはちょっと勘弁してほしいかな。ご飯、お前の秘められた力は相当のものらしい。俺にも見せてくれないか。はい、精一杯やってみます。よしよし、まずまず上出来じゃ。とっとと帰ってこい。なんじゃ？